ながら手前に下は引っかかってるだけなのでそのまま外れます。蓋を開けまして中にあるつまみを引っ張って回す、90度回す。で車体後方に引きます、平行に。これでこれを外れます。FLD スイッチバック、シールドがついてたりボックスがついてたりフットボードになってたり、ツーリング風のダイナシリーズにツーリング風の、装備を加味して乗り味的にもとてもダイナの軽快さに快適さが加わってる感じですね。軽快なんだけど快適な感じ。それで利便性も上がってますし、このワンタッチで取れるボックスとシールド取ってしまえば一粒で二度おいしいダイナシリーズとツーリングシリーズの味わいがある、そんなバイクですね。とても軽快で乗りやすくて、なんていうんですかね、ワイルドさはものすごくあるわけじゃないんですけど、実用的で使えて快適なものに仕上がっています。